サーチ。僕たちはずっと昔から計測装置を使ってきたんだ。計測装置は僕たちの持つ五感では捉えられない情報をキャッチできて、僕たちの持つ感覚を拡張することができるんだ。電磁スペクトルは電磁波にありうる全ての波長をまとめたものなんだ。それぞれの物質には特定の固有周波数があって、これを共鳴周波数と呼ぶんだ。その物質は共鳴周波数で特定の反射、通過、吸収、放射の仕方をするよ。計測装置を使うと、この目に見えない様々な周波数で存在する電磁エネルギーを捉えて解析することができるんだ。リモートセンシングとは、遠くの距離から情報を捉えて解析する技術のことです。リモートセンシングには電磁スペクトルの様々な波長に敏感な計測装置を使います。例えばある計測装置は緑色の光を計測することができ、また他の計測装置は赤外線を捉えることができます。すべての計測装置は2つのタイプに分類することができるんだ。パッシブ計測装置は物質が自然に放射する電磁エネルギーを測定する装置なんだ。アクティブ計測装置は計測装置が放射するエネルギーを観測物質がどう反射するか調べるんだ。こう考えると、僕たちには4つのパッシブ計測装置が備わっているんだ。目は物質が反射する太陽光などを捉えることができるんだ。耳は物質が自然に発する音を捉えることができるね。鼻は物質が自然に発する匂いを捉えることができる。触感は腸の羽ばたきや太陽光の熱さを感じることができるね。僕たちには実はもう一つ、アクティブセンサーも備わっている。それは声。僕たちが発した声が物質からどう反射するかを聞き分けて、物質との距離や大きさを感じることができる。パッシブ計測装置とアクティブ計測装置の違いは、フラッシュのついているカメラに捉えるとよくわかるよ。フラッシュを使うと、カメラはアクティブセンサーになるんだ。それはフラッシュが発した光が物質から反射して、カメラのセンサーで像になるからだね。フラッシュを使わない場合は、カメラはパッシブセンサーになるよ。カメラは像を作るのに必要なエネルギーを放射しないで、他の光を使って像を作るよ。この場合のエネルギー源は、物質が自然に発する光や、反射する太陽光や人工的に作る光になるね。